今やってます、ね、あ、そうなんですね。皆さんこんにちは、トミックです。もう見えてると思うんですけど、横浜市中央卸売市場というところに来てます。京山島のところですね。横浜市中央卸売市場の中にある寿司屋さん、海鮮丼屋さんっていうのが行けるんですよ。あの買い出し人の業者しか行けませんとかいうイメージあるんですけど、食堂みたいなところっていうのは観光客とかそういう方でも全然行けるので、そちらの方を食べてみたいと思います。パッと見の見た目はですね、市場似てるなと感じます。ただ横浜なので交通の便がそんなに混んでないというか、じゃあ行ってみましょう。横浜市中央卸売市場本庄、ここは水産棟で1階と3階に駐車場があります。3階はおそらく契約駐車場で、1階はゲートにいる守衛に言えば許可証を無料でもらえます。1階からでも水産棟に入れるんですが、今回は階段を上って3階から入ってみます。そして3階の駐車場からはトイレ経由の階段から下に降りて水産棟に降りるっぽいです。おーすげー、豊洲市場の見学用の窓の上位互換じゃん。そして1階だいぶ広いですね。中の感じは今までの市場にないタイプの建物ですね。 CTU なら最近の京都中央卸売市場をめっちゃ古くした感じ。市場の中は一見広いんじゃないかと思いきや、意外とそんなことなくて、外周を回る感じで鮮魚店が並んでます。てかいろんなこう市場を見てて思うのが、やっぱり一番広いのは現状豊洲なんだなと感じましたね。そもそも昔あった築地市場場内は世界一の市場だったらしいので、築地市場に慣れてる自分が、まあ、狭く感じるのは仕方ないと思いました。扱ってる魚も時期も時期なだけに種類少なめ。ただちょっと思ったのが、ここ貝とかは生きてるの扱ってるけど、水槽を置いて生きてる魚を扱ってる店舗は他の市場よりもだいぶ少なめ。水槽ないところから見ると普段からそんな感じかな。そして意外と観光客向けの魚も販売していました。水産棟から出ると雑貨屋、いや海鮮丼屋、こんなアメ横の海鮮丼屋みたいな屋台っぽいお店もあるんですね。値段は物によってかなり変動するタイプ。ちょっと入って頼んでみましょうか。すいません、海鮮丼欲しいんですけど。海鮮丼なんか食券かなんか買うあれですか？あ、はい、何分ぐらい？大体30分ぐらいかかるんですけど。そんな時間かかります？外でみんな待ってるの。へぇ、魚ここに書いてあるんだけど、はいはい、1時から待ってるの。あ、ここ、うん、あ、そうなんです。魚のメニューね、はいはいはい、今来たのが、ほらこういう状態で魚が来たばっかりだから、はい、ここから準備してやっていくんで。あ、そうなんですね、うん、はいはい。アメ横の海鮮丼屋みたいな、なんか店頭でなんか食べるみたいな感じなんです。フードコートみたいなで食堂みたいな感じなんですけど、期待はできそうです。であっち側に行くと食堂街があるらしいので、今までないタイプの市場ですよね。はい、水産棟駐車場挟んで真向かいにあったのが食堂街。現在朝7時、空いてないお店もありますね。あるのは喫茶店、定食屋、寿司屋。ここがですね、まあ、8時とか9時とかそういう時間帯でやってるんですけど、空いてるお店もあるんですよ。ということなので、まあ、お寿司屋さんがちょっとね空いてたので、お寿司屋さん行きたいと思います。ここが現在空いてる寿司屋、サルミヤ。もしここに通ってる人いたら読み方コメントで教えてください。今やってます、ね、あ、そうなんですね。あ、そうなん、あれまだ注文されてない。え、もう入っちゃって大丈夫ですか？え、いつも入ってます？お店の人がいないのに常連は勝手に店に入って座って待ってるスタイルに驚きましたが、しばらくしたら40手前ぐらいの板前さんが戻ってきてお茶を出してくれました。特上が6貫ですか？はい、特上で、はい、特上なら一番寿司のいろんな肉に食べれておすすめです。10貫量はね、そんな巻物が入るか握りかなんで、シェアの量は繋がらないです。一番寿司6貫と巻物がついて2200円の特上寿司を頼んだら、まさかの10貫で2700円くらいの一番寿司をおすすめされました。おすすめがそれならそれにしましょう。ちなみにカウンターはこんな感じで、本格的な寿司屋感が出てていい雰囲気です。そしてハケで醤油をつけるタイプ。あれ、ここって一人でやられてるんですか？
どうやらこのお店は社長は別にいて、板前さんは一人でやってるタイプのお店らしいです。結構黙々と作業してるタイプで、空気も最初ピリついてたんですけど、常連さんが来ると穏やかな感じになって、まあ、空気感が良くなりました。そんなタイプのお店ですね。新イカの握り、本マグロの赤身、中トロの握り、ブリ、サワラの握り。見ての通り寿司は一貫ずつ出てきて、皿じゃなくて目の前の板に出してくれるタイプのお寿司です。イカは塩を振ってあるのでそのまま食べるやつで、マグロはネタが思ってたより大ぶり、そしてほんのりわさびが効いてたかな。中トロに関しては赤身の時と違ってバランスが良く、ブリは予想よりだいぶ脂の乗りが良かったです。そしてサワラも塩を振ってあったのでそのままでとのことだったんですが、それ以外にもほんのりカツオの風味が効いていて上品な味わいでした。途中でお味噌汁が出てきました。寿司も一貫ずつ出てくるタイプなので、次のお寿司が待てないという食いしん坊さんにはこのお味噌汁がお腹をなだめてくれますよ。アジの握り、白エビの握り、タイラギ、おー、アナゴ、そして最後は白子、前菜かな、いやちゃんと黄身と米を混ぜたものに乗せてあります。これ醤油をかけると白魚の卵かけご飯になります。これはうまい。アジは青物特有の臭みがなくて生姜っぽい感じもあんまりない、なので青物苦手な人でも食べられるタイプのアジ。白エビは見た目通り塩を振ってあるのでそのまま、気持ちシャリ多めかなと思ったんですが、白エビの濃厚さもあるのでちょうど良かったです。そして俺がよく動画で使ってるタイラギ、寿司ではあまり見ないけどこれはいいぞ。このコリコリとシャリの相性、そしてわさびもかなり強め、これはハマりますよ。アナゴなんですが全体的にバランスがとてもいいです。もうタレがついてるのでそのままいただきました。最後に卵焼きが来ました。卵焼きに関してはこれと言っていうことはないですねって感じの卵焼き。お寿司屋さん外出たんですけどめっちゃ並んでるんですよ。もしかしたらあそこのお寿司屋さんは人気店なのかもしれない。1軒目で食べ終わってから出ると結構お店も開き始めてました。だいたい8時前なので皆さんが朝ごはん食べたいなーで行く場合は8時前後に行くことをお勧めします。ただ1軒目のお寿司屋さんは8時前だと結構混んでるので7時過ぎぐらいに行くことがいいですかね。予想よりも海鮮丼のお店が多くてどこに行こうか迷ってしまいますよね。おや？握り寿司がある。3500円、結構いいお値段ですね。この写真通りなら今回の横浜市場は寿司ネタで一回行こうかということで寿司で攻めます。寿司探したところ、一軒目行ったところとここしかないんですよ。であとはもう海鮮丼がちらほらあると。海鮮丼だけだったら多分ね4軒ぐらいあるんですよ。まあもしこの動画のね評判が良かったらまた今度は海鮮丼編とかもやりたいと思うのでぜひグッドボタンお願いします。一人ですけど大丈夫ですか？はい、お寿司のメニューはこれだけですか？もうお寿司それ一つですね。あ、わかりました。じゃあこれお願いします。はい、わさびはどうしますか？わさびありかなしかですか？そうです。あ、じゃあありで。2軒目のお店はカウンター型のお寿司屋さんと町の定食屋さんを合体させたようなお店。店主の方は結構せわしなく動いていて、できたものをおばちゃんが出してくれるという本当定食屋さんって感じです。醤油はまさかのハケでつけるタイプ。あれ？ここも一貫ずつ出てくるタイプか。これ何ですか？はい、イカ、エビ、タコ、本マグロの赤身、カツオのたたき。最初に出てきたサバの煮付け定食的なのに驚いてるとどんどんお寿司が出てきました。普通味噌汁にちょっとした漬物ついてきてちゃんちゃんじゃん。これはお腹はち切れるよ。ちなみにサバは皮がついてなくてそのまま食べられるけど結構パサパサしてるのでお味噌汁と一緒に食べることをおすすめします。てかこれなら白米やった方が良かったかな。あ、でも白米ついてたら死ぬわ。シャリは寿司が緩めなので手で食べるよりは箸で食べた方が良さげです。例えるなら RPG で四天王を倒してそれをまとめるボスを倒したと思ったらそれを操ってるもっと強いボスが出てきた感じ。シャリの大きさはどうですか？もう少し大きくしますか？小さくしますか？ちっちゃめ で寿司は最初に食べた後に、まあ、様子を見てシャリの量を調整してくれるみたいですね。全体的に寿司の感想は案外普通って感じですね。
っぱり魚はそこから仕入れてるんですか。もちろん全部そうですよ、中央です。持ってきてもらうみたいな。いや、朝は買い出しして、重たいものは持ってきてもらいますけど、ほとんどは自分で持ってきてもらいます。一応これで終わりですか。いや、まだまだありますよ。ボトルは炙ります。そのままがいいですか。あ、おすすめの方で、ウニとイクラの軍艦、巻物、大トロの炙り、アナゴ。結構遠方なんですか。あ、いや、でも自分東京なんで、そんなに。あ、そうですか。はい。東京だったら築地もあるしね、豊洲もあるし。あー、でもここの方が安いんじゃないですかね。ね、一般は結局場外がないんで、でっけえけど、場内と場外と両方あるわけだよ。はい。まあ、これ場内なんで、場外がやっぱり人気が出てね、やっぱり。築地場内も結構、飲食店があって。そう、あります、あります、もちろんありますけど。それ全部豊洲に移っちゃいますね。豊洲ではないと思いますけど、東京都の建物なんで、審査が厳しいんですよ。あ、そうなんですね。もちろんそうです。だから、市営じゃない、市営なんですね。ここもその審査で。結構ここも家賃高いんですか。いや、家賃の問題よか、あの権利の問題ですよね。ああ、なるほど。不法で入ってないわけじゃないですか、例えばチェーン店みたいな。ああ、そうですね、入ってないですね。話してみると大将もすごく話してくれていい人です。ただ忙しいと険しくなる職人タイプ。これ全部で3500円。個人的にはいいと思うんですけど、まあ、一般人目線で言うとだいぶ割高な気がする。お寿司自体は美味しかったけど、これといった個性みたいなのはないです。逆に言うと万人受けするタイプのお寿司ですかね。今回2軒行ったんですけど、とんでもねえボリュームだったなっていう2軒目。いや、3500円ってどうなんだろうなみたいな思ったんですけど、ぶっ壊れのボリュームでちょっとどうしようと思ったんですけど、まあまあなんとか行けたので、横浜中央卸売市場にご飯を食べに来るときは、お寿司屋さん食べたいなっていうときは、お寿司じっくり味わいたいか、ボリュームいっぱい食べたいかでタイプが違うので、ここの使い分けいいと思います。ということで、こういうシリーズどんどんやっていくので、皆さんグッドボタンとチャンネル登録お願いします。